皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回は情報リテラシーの2回目、コミュニケーションスタイルの変化ということについてお話しします。コミュニケーションスタイルの変化なんですが、ここにですね、さまざまなコミュニケーション手段について書いてあります。左の方が古くて、右の方が新しいと見ていただければいいんですが、原始時代からですね、会話とか、それから何か文字に書くという、こういうコミュニケーション手段があったわけですね。手紙、ポスター、掲示板、その次に印刷機が登場して、書籍、雑誌、新聞などができました。ここはまでは電子的な機器を用いていない手段で、じゃあこれがなくなったかというと、別になくなってはいないわけですね。ずっと継続して現代まであるわけです。そして電子的な機器が登場して、電話とかファックス、電報、ラジオとかテレビ、こういったものが発明され利用されてきました。そして現代では一人が一台携帯電話を持つ時代ですし、機能もですね、スマートフォンのように高機能化してきているわけです。電子メールのほかに、メーリングリスト、メールマガジン、自分でウェブページを持ってですね、世界に発信したり、ブログを作ったり、またですね、ツイッターのようなミニブログ、そして、動画共有サイト、YouTube のようなもの、あるいはインターネットを使った放送の番組なども個人で作れる時代になってきたわけです。で、これらをですね、ちょっと違う視点でまとめてみますと、マスメディアが独占していたメディアというものが、パーソナルになったと。で、そのパーソナルなものも、個人間のですね、パーソナルからパーソナルに行く電子メールや SNS と、パーソナルからマスに動画共有サイトやウェブなどのようにマスに対して開かれたものと、こういうふうになってきています。これはメディアを扱う人の変化かと思います。また、その流し方ですね。従来新聞、ラジオ、テレビは一方通行でしたが、これが双方向型になっています。双方向性、視聴者からの反応を見たり、ウェブなども書き込んでですね、何か反応を見るというような作り方もできます。そして単一のメディア、文字とか写真とか、その一つのメディアからマルチメディア、文字と音声と、映像と、これを組み合わせたものがもう普通に使われるような時代になってきました。で、こういった時代、情報社会のですね、生き方の基本としては、いくつかあると思うんですけど、コンピューターや情報システムの特徴をよく理解する、これが賢く使うことの基本かと思います。犯罪の被害者、加害者にならない、そのためには何を考えればいいのか、時代によってですね、ツールが先ほど見たようにどんどん変わってくるわけなんですが、ここは外せないですね、共通ポイントかと思います。そして何でもコンピューター、情報システム任せではなく、必要に応じて使い分ける、何でもかんでもですね、コンピューター、インターネットというわけではなくて、そういった技術の得意な点、不得意な点を自覚するということですね。依存的にならず、またそれを使うことに対して不安にならないということ、これも共通点かと思います。そして人間は使われる側ではなく、あくまで使う側であるということですね。例えば電子メールが1日に何千件も来て、それを処理するということは、逆にシステムに使われてしまっているということになるかと思います。使うこと自体が目的ではなくて、何かしたいことがあるから使うという、こういう姿勢が必要だと思います。システムの奴隷にならないということでしょうか。今回は、情報リテラシーの2回目、コミュニケーションスタイルの変化についてお話ししました。